協力してくれる皆さんのためにも頑張ります。
これが僕の全力だ。一時撤退する。これが僕の全力だ。突っ切る。これが僕の全力だ。はあ、僕に任せて。
これが僕の全力だ。はぁ、僕に任せて。これが僕の全力だ。ここは抑えてよ。うまくいってよかった。そのようね。みんな怪我はない？問題ない。リーシェはどうだ？はい、怪我はありません。ですが、あんなに悩んでいたのに、こんなに簡単に先に進めるなんて。感謝しても感謝しきれないと言いますか、感慨深すぎて涙が出てきそうで。今はやめておけ。できれば自室に戻って声もなく泣くといい。むやみに弱みを見せるのは感心しない。はい、泣きましょう。もう手遅れっぽいわね。とりあえずこれを使いなさい。このままじゃ拉致が開かないじゃない。引きずってでも戻りましょうよ。その方が良さそうだな。魔物に集まられても厄介だ。あなたが気をつけなさいよ。何でも
そうだな。リも礼も不要と言って始まった関係だったのだ。改めて話をするまでもないと思うが。言葉をそのまま受け取るとか、あなたたちはどこまで素直なのよ。普通は助けてもらったらお礼するでしょうが。バカな。不要と言われていても礼をするものなのか。ならば私はこれまでどれだけの不義理を。よくそんなんで今日まで生きてこられたわね。お待たせして申し訳ありません。大丈夫です。落ち着きなさい。まずは呼吸を整えるのよ。大きく息を吸って、大きく息を吐いて。お礼というのもはばかられるのですが、私一人ではこの先も同じ壁にぶつかることは目に見えています。ですが皆さんと共に会った今日は、私自身もどこか強くなれたような気がして、もし私の力が皆さんのお役に立てるのならばで構わないんです。お役に立てないのであれば潔く身を引きます。気がしてたわ。何？この状況を先読みしていたというのか？高額のために理由の説明を願いたいが。理由というか、なんというか。というか、あなたと同じでしょ？なんだかよくわからないうちに仲良くなって、なんだかよくわからないうちに一緒に組みたい、組むことにしたって。この私も、術中にはまっていたというのか。恐るべし。いやもう何でもいいわよ。仲間に加わるというのであれば、守ってもらわなければならない規則があるわ。私たちの代表はエルド。エルドの決めたことには逆らわない。神父もエルドに委ね、啓樹の負の育成も委ねる。これが守れるなら守ります。それでエルドさんたちと一緒にいられるのなら、この身を委ねさせてください。そう、だったら構わないけど。で、あなたたちいつまで手を握り合っているつもりなのよ。こちらこそ気がつかなくてすみません。なぜ二人は赤くなっているのだ？お願いだから私に聞かないで。
強くなれたかな。時間に来るとは、めんどくさいですね。次は昼間に来てくださいね。めんどくさいから。
このようなところで何をしている？名乗っていなかったか。これは失礼した。それがしの名はカレマ。ご覧の通り騎士の端くれだ。探し物と言っていたな。このような時間に一体何を探していたというのだ。出るとは。そうだったのか。これは失礼した。夜の散歩という意味ではそれがしも同じだな。怪しいものかと疑ってしまったこと、心から詫びよう。すまなかった。夜の散歩か。まさかとは思うが、夜な夜な徘徊する何者かとは貴公のことではないか。このような徘徊をこれまでにも繰り返してきたというのならば、人目についていたとしてもおかしくあるまい。何よバカな。人前で甲冑を脱ぎ捨てるなど、騎士の風上にも置けぬ。できるわけがなかろう。今回はお互い様ということで手を打たないか。まさか、そのような噂が出回っているとは。戯れもほどほどにするべきかの。